1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。11月11日、チーズの日。日本の歴史上、チーズの製造が確認される最古の記録として、700年、文武天皇4年10月、全国にその製造を命じたとの記録が残されていることにちなんで、日本輸入チーズ普及協会とチーズ普及協議会が新暦に置き換えた11月に記念日を制定しています。祖は現在のチーズに近いものです。ちなみに日付は覚えやすさから11月11日に制定されています。西陣の日。西陣織の名称の由来として、応仁の乱の戦火を逃れて全国各地に散らばっていった織手たちが京都に戻った際に、西軍の本陣が位置していた辺りに住み着いたことから西陣織と呼ばれるようになったと言われており、その応仁の乱が文明9年11月11日に収まったとされていることから、京都府の西陣織関係計13団体が旧暦の日付をとって11月11日に記念日を制定しています。侍の日。11の漢数字が10と1を組み合わせると侍になることと、運営している男性着物専門店名が侍なことにちなんで、日本和装ホールディングスが11月11日に記念日を制定しています。主に着物を着る機会の減った日本男児に向け、着物のかっこよさを再認識してもらい、日本が誇るべき伝統文化を継承していくことが提唱されています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。